海外進出は、平野翔の真の目標を徹底考察。ナンバーアンダーライン愛の活動と比較。平野翔苦悩と葛藤を乗り越えつかんだ夢。彼の挑戦は私たちに勇気を与えてくれる。平野翔の名を耳にしたことがある人は少なくないだろう。かつてのキングプリンスの一員として、彼は一世を風靡し、多くのファンを魅了してきた。しかし、 彼のキャリアは単にアイドルとしての成功にとどまらず、俳優としても着実に歩みを進めている。彼の最新の動きは、ファンだけでなく、日本のエンターテイメント業界全体を揺るがせている。2025年秋に TBS のドラマで主演を務めることが報じられた際、そのニュースは瞬く間に広がり、ファンやメディアの注目を集めた。しかし、平野のこの新たな挑戦は、 一部のファンにとっては期待と不安が交錯するものでもあった。平野翔がキング・プリンスを脱退した理由は、海外で活躍できるグループを目指すというものであった。彼は2023年にジャニーズ事務所を退所し、滝沢秀明が創設した新会社と部で、神宮寺雄太と岩優太とともに、ナンバーアンダーラインアイというユニットを結成。新たなスタートを切った。しかし、 彼が脱退を決断した時点で多くのファンが心の中に抱いた疑問や複雑な感情は、依然として解消されていない。その中でも、特に注目すべきは、彼のグループ脱退後の動向が、かつての仲間である長瀬連と高橋海との活動と明確に対比される点だ。平野がかつて語っていた、海外進出、という目標は、ファンの中でも期待感を高めた。特に2024年のアメリカで行われた、 コーチャイラバレーミュージックアーツフェスティバルに出演した際、多くのファンは彼の夢が実現しつつあると信じて疑わなかった。しかし、現実はそう単純ではない。ナンバーアンダーラインアイは国内の音楽番組にも多く出演し、国内での活躍が目立つ一方で、海外での成功はまだその影を潜めている。さらに、日本マクドナルドやサントリーの CM に出演するなど、 平野個人としての活動も国内市場を中心に展開されている。そのため、一部のファンからは、海外進出のためにグループを脱退したはずが、なぜ国内での活動に力を入れているのか、という疑問の声が上がっている。実際、SNS 上では平野に対する批判的な声が少なくない。早く海外行けよ本当に、何のために脱退したんだ、といった投稿が相次ぎ、彼の行動に対する不満が現れている。 一部のファンは、長瀬恋や高橋海人が国内での活動を優先した結果、キングプリンスが分裂したと見ており、彼らに対する批判の声も少なくない。しかし、これは単に平野の選択に対する批判だけではなく、アイドルとしてのキャリアにおける選択がもたらす影響についての議論を巻き起こしているのだ。一方で、平野が俳優として新たな挑戦をするというニュースは、彼のファンにとっても期待が高まる瞬間だった。 TBS のヒットドラマ、最愛の制作チームが彼の新作ドラマを手がけるという情報は、彼の俳優としての能力に対する期待を膨らませた。最愛は、吉高由里子や松下洸平、ユーラタといった名だたる俳優陣が出演し、視聴者から高い評価を得た作品だ。このドラマを手がけた塚原愛子氏と荒井淳子氏は、これまでも数々の名作を生み出してきた。 平野がこのような盟友たちと肩を並べて主演を務めることは、彼にとって大きなステップアップであり、彼の俳優としての将来に新たな可能性をもたらすものだ。しかし、平野の俳優としての評価はまだ確立されていない。彼がこれまでに出演してきた作品は、主に王子様キャラとしてのイメージが強く、深い役柄に挑戦する機会は限られていた。代表作であるドラマ、花の千晴れ。 花をネクストシーズンや映画、かぐや様は釣らせたい、天才たちの恋愛頭脳戦などは、彼のルックスやアイドルとしての魅力を最大限に生かした作品であり、演技力を問われるシーンはそれほど多くなかった。そのため、今回の新作ドラマが彼にとって俳優としての新たな一歩となるのか、それともそのキャリアに陰りをもたらすものになるのかは、まだ未知数だ。SNS 上では、 平野の新ドラマ出演に対する期待と不安が交錯している。塚原さん、新井さん、コンビかける平野翔とかぶっ刺さりそうという歓喜の声もあれば、最愛のスタッフってアンナチュラルとかの人たちでしょええー、といった懸念の声も上がっている。特に、彼の演技力に対する疑問が根強く残っており、平野翔って演技できるのというコメントも見られる。こうした声に対して、平野はどのように答えるのだろうか。 彼がこれまでに見せてきたアイドルとしての華やかな姿とは異なり、俳優としての彼はまだその進化を発揮していないとも言える。彼が今回のドラマでどのような役を演じ、どのように自らの演技力を証明するかは、彼の今後のキャリアに大きな影響を与えるだろう。さらに、平野のこれまでの経歴を振り返ると、彼が常に新しい挑戦を恐れず、自らの道を切り開いてきたことがわかる。キングプリンス時代も、 彼はグループの中心人物として、パフォーマンスやビジュアルで多くのファンを魅了してきた。しかし、その裏には、常に彼自身が追求する、理想のキャリアへの模索があった。グループからの脱退という選択は、ファンにとっては衝撃的なものであったが、それは彼自身が持つ強い信念に基づいたものだ。彼が語った、海外進出の夢は、まだ完全に実現していないかもしれないが、 彼が追い求める目標は、単なる海外での成功にとどまらず、より幅広い意味での自己実現にあるのだろう。このように考えると、平野翔のキャリアは、単なる、アイドルから俳優へという転身だけではなく、彼自身の価値観やビジョンを反映したものだといえる。彼は、エンターテインメント業界の中で自らの道を切り開くために、常に新しい挑戦を選んできた。そして、 その挑戦が時に批判を受けることがあっても、彼の決意は揺るがない。今回のドラマ出演が、平野にとって新たなキャリアの転機となるかどうかは、まだわからない。しかし、彼のこれまでの歩みを振り返ると、彼は常に逆境を乗り越え、自らの道を進んできたことがわかる。ファンや業界関係者の期待と不安が入り混じる中、平野が俳優としての新たな一歩をどう踏み出すのか、注目が集まっている。 そして、彼がその一歩を確実に成功へとつなげるためには、俳優としての自らの力をさらに磨き、期待を上回るパフォーマンスを見せる必要があるだろう。平野翔が次に見せる姿、それは単なる、アイドルから俳優への変貌ではなく、彼自身が追い求める。真のエンターテイナーとしての姿かもしれない。彼の未来は、まだ多くの可能性を秘めており、彼がどのような道を選び、 どのように成長していくのか、これからも注目していく価値がある。平野翔の未来は、現在の活動の延長線上にあるものだけではなく、彼がこれから選ぶ道にかかっているとも言える。彼はただのアイドルとしての成功にとどまらず、俳優やパフォーマーとしての新たな可能性を追求している。これまでの歩みを見ると、彼が直面してきた逆風や批判も、むしろ彼自身を成長させるきっかけとなっているように見える。 ファンやメディアの期待に依頼ながら、彼は自分のビジョンを実現するために日々努力を続けているのだ。平野が今後も俳優として新しい役柄に挑戦することで、彼自身の持つ多面的な才能がより多くの人々に認められる可能性がある。彼のファンは、彼のアイドル時代の魅力を知っているだけに、俳優としても成功を収めることを強く望んでいる。一方で、批判の声は依然として根強く、 特に彼がこれまでに演じたキャラクターが限られていることから、演技力に対する不安は払拭されていない。これから彼がどのような役柄に挑戦し、その中でどのように成長していくかは、彼のキャリア全体を左右する重要な要素となるだろう。俳優としてのスキルを磨くことに加えて、平野が国際的な舞台でどのように成功を収めるかも注目される点である。彼は海外進出を視野に入れてグループを脱退したとされているが、 現在のところ、具体的な海外での活動が目立っていないのは事実だ。しかし、これも単に時期の問題であり、彼が準備を整えた上で、より大きな舞台に飛び出す可能性も十分に考えられる。国際的なエンターテインメント業界で成功するためには、単なる知名度や人気だけではなく、語学力や文化的理解、そして演技力など、様々なスキルが求められる。 これらの要素をどのように彼が身につけていくか、またそれをどのように実際の活動に活かしていくかが、彼の海外進出の鍵となるだろう。